雑貨をみんな笑顔にする雑貨屋大阪ウィシンの森田でございます。今回はですね、以前ここでご紹介させていただいた、このマスキングテープなんですけれども、もうこのマスキングテープを見るだけで、正しい手洗いの仕方が分かるというね、マスキングテープを紹介させていただきましたけれども、今回ですね、初めての、コラボとしましてですね、このマスキングテープを、出されている光消毒株式会社様の、ご担当の方に、今回ね、このマスキングテープ含めて、別のね、アイテムも、新しいアイテムもご紹介させていただきたいので、よろしくお願いいたします。それではね、ご紹介させていただきます。碇消毒株式会社様の、永井様です。はい、皆様こんにちは。今回、森田さんとですね、ご縁がございまして、1ヶ月間のコラボレーションをさせていただくことになりました。ありがとうございます。初のコラボでありがとうございますでですね、こちらが、私たちサクライフのブランドで、展開させていただいてます。オリジナルキャラクターのサクライフちゃんと言います。はい、よろしくお願いします。サクライフちゃんです。一応、綺麗好きな、桜の妖精という設定でやらせてもらっています。桜の妖精、そうなんです。桜の花びらの、形をした、妖精ちゃんです。あ、なるほど。はい、なるほど。あ、そうです。で、ご紹介をいただいたマスキングテープであったりとか、いろんな商品に随所に登場しておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、チェック。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしたらちょっとね、改めて、ちょっとね、自己紹介、そうですね、はい、永井さん、自己紹介、すいません、忘れてました。はい、先ほどもご紹介いただいたんですけれども、碇消毒株式会社、サクライフ推進室の永井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。碇消毒という会社はですね、日本の公衆衛生を60年以上にわたって、支えてきた企業でして、その中の、今女性だけの部署を立ち上げまして、そこでいろんな、商品であったりとか、あと、こういった前回もご紹介いただいた、予防習慣を啓発したりしております。ですね、これ結構あれですもんね、すごい、あ、取れた取れてしまった、あれですもんね、すごいいいこと書いてましたもんね。 ありがとうございます。一応毎月発行してまして、その月々の予防習慣であったり、例えば7月とかだと、食中毒が、多く発生する季節なので、そういったところも、ご家庭に、沿った内容で皆さんに分かりやすく、紹介しておりますので、こちらもウィシンさんで掲示をいただいてますので、はいはいはい、置いてますんで、もしね、ご興味あったらいつでも呼んでください。うちのメスに来ていただいたらと思います。はい、はい、そしたらあれですよね、早速なんですけど、新しい商品もね、マスキングテープでだけではないよと、実はもっと他にももう紹介したいものがいっぱいあるということで、ちょっとね、今からね、紹介したいと思いますんで、ちょっとね、場所の方を移動させていただきます。はい、ではですね、ちょっと早速、商品の紹介していただきたいと思います。まず、こちらなんですけど、これはどういったことを、はい、こちらがですね、キッチンスプレーというものなんですけれども、キッチンの除菌消臭に最適なスプレーとなっております。で、一応こちらの主成分がクロラス酸っていうものなんですが、アルコールよりも水に強くって、次亜塩素酸ナトリウムよりも安全性低刺激なものですので、実際にキッチンの、まな板の除菌であったりとか、シンク周りとかゴミ箱の消臭に、お使いいただけるものとなっております。
はい、あ、聞いていいですか。はい、え、水に強いってどういう意味ですか。水よりも強いっていうの。実はアルコールは水とか汚れとかが存在したところにかけてしまうと効果があまりないというふうに言われておりまして、まあ、このクロラス酸という成分が、そういった水とか汚れとかあるところでも、成分が浸透してしっかり、まあ、菌であったり、はい、まあ、汚れ有機物にを分解してしっかり効果が発揮されるというものでございます。これなんかあれなんですよね、あの以前聞きましたけど、ゴミ箱とかね、なんかこう、キッチンのシンクのところの、はい、もうめっちゃ臭いところにかけると匂いがめっちゃ取れるんですよね。はい、もうそれはお墨付きで、実は私もゴミ箱にも使ってまして、まあ、かけて少し置いて乾かしていただく必要はあるんですが、かけていただくと実際にゴミ箱のあの臭い匂いが取れます、はい、いやすごいですね、はい、あ、ちなみにこれ一回この一つのボトルで大体1日何回ぐらい使えるんですかね。ちょっとそれは分かりません。あのそれはまたあの後日ね、ご報告いただきましたら、あのちょっとあのブログの方、まあ、当店のねホームページの方記載しておきます。はい、分かりました。じゃあ次行きましょうか。はい、はい、次はまあ以前もねご紹介させていただいたマスキングテープなんですけれども、まあ以前紹介したのはまあざっくりとね、あの主に手洗いの、マスキングテープだけだったんですけれども、それ以外にこうおすすめのこの中で特に永井さんがもう一押しのマスキングテープってあります？はい、私がおすすめのものはこちらです。ですね、こちらです、はい。まあ、桜エフちゃんが何と言っても可愛いっていうのと、はい、あとこういった形でいろんな表情があって、はい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 、使いやすいというか、あ、使いやすい。まあ可愛いっていうのが、あ、可愛い、まあ、個人的なあ、はい、おすすめのものになってます。はい、はい、家で使ってはるんですか。家とかどっかなんか例えば職、まあ、今の職場のところでとか使ってます。これはい、ですね、まあ、資料を送る際の止める部分とか、あ、手紙にあったあったつけたりとか、はいはいはい、あとはパソコンをこういったのでデコレーションしたりとか、はい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 、ああ、なるほどね、はい、可愛らしいですもんね。そうなんです、ありがとうございます。あとはまあこういった形で、賞味期限のある食品とか冷蔵庫にこういうふうにメモを書いたものを貼っていう使い方もおすすめです。はい、わかりました。他なんかマスキングテープでなんかありますか。なんかありますか、言うのもおかしいですけど。なんかえ、いや僕わかんないです。私もいやマスキングテープで、まあね、まあいろいろな使い方がまあまあできるっていうことですよね。はい、はい、使い道は無限大ですので、はい、無限大、ぜひ皆様のこんな使い道あるよみたいなアイデアがありましたら教えてください。はい、あの説明概要欄に後であのね、サクライフさんのところのですね、ホームページのアドレスリンク貼っておきますんで、そちらからですね、はい、こちらですね、はい、もし、ね、何かアイディアとかご質問とかご要望あればそちらからお願いいたします。お願いします。じゃあ次行きましょうか。はい、わらび餅めっちゃわらび餅が僕わらび餅よく通るんですよ。いいですね。そうなんですよ。懐かしい。そうそう。で、あ、すいません。で、次に、虫よけミストですね。はい。はい。これは、
どうぞ。あ、これ、はい。こちらの、虫除けミストなんですが、まあ、この60年間公衆衛生を支えて、はい、いろんな害虫を駆除してきた怒り消毒が満を持して、ご家庭向けに発売した虫除けのミストになっております、はい。で一応こちらの、成分としては、はい、植物由来のもの4種類の、成分主に発火を用いてますので、まあ、ミントの香りがこうバーッと広がってすごくフレッシュな香りのものですし、はいはいはい、安全にお使いいただける、虫除けミストです、はい、それあれですよね、直接肌とかにはダメなんですよね。はい、直接肌にかけてしまうとちょっと成分もきついこともありますし、まあ、なんつったらいいんだろう、まあかぶれたりする人いますもんね、やっぱ肌弱かったらね、はい、かぶれる恐れがございますので、あのお洋服とか帽子とかにかけていただいたり、あとはベビーカーとかにかけていただいて、まあ、虫除け効果を発揮するっていうものですので、お使いの際はご注意ください。虫除けだけで殺菌とかじゃないですね。殺菌効果はございません。あ、もう虫除け、あくまで虫除けのあれですよね、はい、あくまで虫除けの、スプレーとなっておりますので。あ、そしたらベッドとかにもいいんですかね。ベッドにとか布団にかけといたら、布団とか衣類、そういったものにお使いいただいても大丈夫。あ、問題ないということですね、はい。あとはこういった、まあ、サイズ感も、まあ、手のひらサイズですので、カバンに忍ばせていただいたりとか、まあ、アウトドアとかお出かけの際に、はい、あの持ち運びやすいものですので、はい、ぜひそういった機会にご利用いただけたらなと思います。はい。で次、そしてあれですよね、もうこれをどうしようかと思ってたんですけど、すごろくなんですけど、はい、はい、あ、どうぞ。すいません、こちらがですね、元気な体づくりすごろくという、はい、すごろくになってまして、一応対象が4歳から6歳、まあ、年長さんから小学生の方に遊んでいただきたいすごろくなんですけれども、私たちのコンセプトが予防習慣をいろいろ啓発させていただいてますので、このすごろくを遊んでいるうちに、はい、感染症対策であったりとか、はい、そういった免疫をつけようであったりとか、予防習慣が身につくというすごろくになってます。ちょっとね、こうじっくりと見てもらいたいんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、こう遊びながらあれですもん はい、ね、あの予防するにはどうすればいいかっていうのを、もう小さいお子さんでも自然と覚えられるっていうすごろくなんですね。はい、でお子様にも楽しんでいただけるように、こういった途中のストップのマスで簡単なミニゲーム、間違い探しをやって、まあ、ポイントを貯めていくというような形で、最終このポイント、バリア君なんですが、はい、バリア君をいっぱい集めて、まあ、免疫がついたねというような遊びになってますので、はい、まあ、ゲームを通じて、はい、おのずとそういったことが身につくというものになってます。ね、結構楽しいですもんね。絵を見てるだけでもすごく楽しいですし、ね、まあ、もう本当に家族でお父さんお母さんとかと一緒にね、小さいお子さんいらっしゃるご家庭だったらすごい楽しめますし、いいですよね。ぜひぜひ、あのご家族集まった際に、皆さんで大人も楽しめる内容になってますので、はい、やってみていただけたら嬉しいです。はい、もうぜひぜひ皆さん、これあのぜひこれで遊んでみてください。今私たちホームページとか、はい、SNS を使って予防習慣の情報発信とかをしているんですけれども、その中の一つで、まあ、こういった、ブックレットを作成しております、まあ、これも、その月々の、これが6月号になるんですけど、はいはいはい、気になる家の匂いをまとめて、こういった形で
あ、小さいかね、もう常に携帯できますよね。そうなんです、カバンに入れていただいて、うんうん、こう、うんうん、ちょっと暇になったなみたいなタイミングで見ていただいたりとか、うん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 、お友達とか、はい、ご家族にこうちょっとプレゼントとか、はい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 、このサイズですので、携帯してみていただけたら嬉しいと思ってます。こういったものも、私たちのホームページでダウンロードできますので、はい、ぜひ、ダウンロードしてみてください。どんな内容があるんでした、それ、並べた方がいいですか。あ、もうざっくりと、もうなんか、あ、並べていただいてすみません、はい、こんな形でですね、まあ、手洗いの知識をざっくりまとめたブックレットですと、あ、はいはいはい、まあ、手洗いなんで必要なんだとか、うんうんうん、手洗いと消毒順番はどうなんだろうとか、うんうんうん、あとは、まあ、考えたこともなかったかもしれませんが、なんで初めに水洗いをしないといけないのかとか、なんで石鹸使わないといけないのか、ま、確かに、でこういったところの洗い方はどういうふた、はいはい、ことに注意したらいいのかっていう、はいはい、まあ、これをのブックレットを読んでいただけたら、はいはい、手洗いのすべてがわかるよ、はい、うな形でまとめております。はい、その小冊子、そういった類の小冊子の種類がまあこんだけ今はあるということですね。はい、毎月こちらも、出させていただいてますので、ホームページ上ではこういった形で、ダウンロードして印刷をしていただけるように配信をしています。はいはいはい、で実際にこういったところに切り込みを入れていただきまして、でうまいこと折っていただいてこの形にしていただけたらなと思います。はい、実際に折り方とかもあのホームページで紹介を一緒にしておりますので、はい、わかりました、こちらをご参照いただけたら、はいはい、ぜひぜひ、はい、あのダウンロードしたいと思います、自分も。ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、っていうことで、大丈夫ですか。はい、全部言ったと思います。わかりました。ではそしたら、ちょっとね、一旦また場所を移動いたします。はい、以上でですね、商品のご紹介させていただきました。で、当店ではですね、7月の中旬までですね、このサクライフフェアと題しましてですね、まあ、あの今ご紹介させていただいた、アイテムをですね、展示させていただいておりますので、もしご興味あればまたね、お越しいただけたらなと思います。でそれからですね、まあ先ほども言いましたけれども、サクライフにご興味あるよって、興味持ったっていう方はですね、こちらも簡単にサクライフ検索をしていただいたらですね、すぐにね、あのホームページ、あのトップの方に出てきますので、そちらからもご覧いただけたらと思いますし、あの説明概要欄の方にもね、あのリンク貼っておきますんで、よかったらそちら、まあ、両方ね活用していただけたらなと思います。では最後に、あの永井さんにですね、ちょっと締めのって言ったらあれですけど、はい、あのご覧になってる方に最後に何かあれば。はい、別に なければもうこれで終わろうかなと思っただけで、はい、もしあるんだったら何か一言とあるんだったらどうしよう、何も考えてない。あの別になければもうこのままフェードアウトしてもう終わろうかなと思います。はい、はい、あのこちらサクライフちゃんもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はね、以上となります。いつもね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。ではでは。